死神かよ。死神？高田くんも私に近づかない方がいいよ。呪いが移るらしいから。呪い？何それ、何それ、かっこいい。死の呪い？それほどまでに恐れられるパワー。なんてかっこいいあだ名なんだ。だからもっと西村さんと仲良くなりたいな。西村さん、西村さん、たくさん笑ってほしい。超似合ってる。運命みたい。もしかして僕、西村さんにひどいこと言ってた？高田くんは今まで通り私のことを死神って呼んで。言葉にできなくて、どんな瞬間も気づけば君のこと思い浮かべ。西村さんと一緒の方がいつもの何倍も何倍も楽しいや。それはこっちのセリフだよ。茜にいいお友達がきっとできますように。お父さん、多分もう大丈夫だよ。続けばいいのにな。事情を知らない転校生がぐいぐい来る。2023年4月から放送開始。